お花紙でとっても簡単に作れるグリーンリーフバージョン2です。前回アップしたものよりかなり簡単に作れます。まずお花紙1枚を蛇腹折りにします。折り山の間隔は適当で構いません。これを4つに切り、端をホッチキスで留めます。留めた方の反対側から細かく切り込みを入れます。切り込みの深さは1センチぐらいです。両端を持って蛇腹を開いたら折り山を潰します。軽くまとめてグリーンリーフの出来上がりです。お花紙1枚から4つできます。たくさん作ってお花紙で作った花やつぼみと合わせて飾ってください。